はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。というのはスターホースポケットですね、シーザリオ復刻ガチャとか、があります。今662ですので、どうだろう、 7% か1回かな。10回ガチャを1回引いてみて、シーザリオ出るかどうかやってみたいと思います。まずは1回ガチャ、メジオダーリング。7% なんですよね、シーザリオが出てくる可能性っていうのは。トールポピー、この黄色になっているのは10回ガチャだから出てくるわけ、必ずしも出てくるわけではないはずです。出ないな、やっぱり。出ませんね。トールポピーは出てくるんだけどな。シーザリオだからな、出したいのは。お？お？お？あー、残念。望遠グリーンか。SSR じゃないと意味がないんだよな。一部は UR も出してるような人もいますからね。おっと、デラックスジャガチャっていうのもやるんだ。挑戦してみよう。ひひんまるぞ。はい、これで100の種袋。お、5000ゴールド。一発ドリンク多いですね、獲得が。カブケってシーザリオ持ってたっけ？持ってんならまあ行った方がいいけど、持ってないならまあ無理する必要はないよな。持ってないですね、シーザリオは。これで、サドラーズギャルを満杯になりました。はい、というわけで、シーザリオに関しては、あ、スコット祭りもあるんだ。ハッタのハービンがどれだけ強くなったか見てみよう。超一発ドリンク。まあ当然でしょうね。ポスラシャムのみ敵は。
ました。12頭であります。2頭ほどスタートの悪い馬がいますが。当時、ハービーはなかなかのスタートでしたね。注目の先行争いでありますが、エステキョ内枠を利して先頭に立ちました。レイプールがその後ろ、キャバルリーマン。外を通りまして12番ワイワード三角形のメイントラックこれから2つ目の直線今日も勝利をつかむか型のカービンと横山騎手8番オペラハウスさあハーブこれが5番手のままで直線ですアスコット競馬場最後のコーナーここからまだまだ上る直線です上りがきついんだこのコース三冠馬なんかパッとしないなでもこっから二の足があるちょっとごちゃついてますね。いやー、これは、オペラハウスかながいいぞ。でも差し返せ、差し返せ。あ、無理か。3着かー。お、レベル上がった。今度はなかなか鋭いがオペラハウスの方が前にいるんだこれ捕まえられないなまさかのオペラハウス先行策そうか。はい、というわけで、こちらはですね、シーザリオ復刻ガチャというのを、行ってみました。またですね、チャレンジしてみたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。